ハスマ城は、腰中国トナ軍ハスマにあった、日本の城。東西26県、南北36県、堀の幅は5県であったと伝えられている。室町時代の影響年間前半、越中守護畑山氏の守護台として、トナ軍を支配していた湯佐氏が築き、居城とした。文明年間、レンガ氏の葬儀が越後に赴く途中に、ハスマ城主伊沢町、 シゲルの館へたびたび立ち寄り、千区のレンガを興業したと伝えられている。なお、葬儀が表した、新鮮つ筑波州に、長ョシゲルの読んだ歌が載っている。英章、大英年間、城主、湯サ義シが、ハブ五国ヤワタに108段の石段を寄進しているが、この後、義シは、加賀一向一騎勢力の圧迫に行しきれず、越後に亡命。ハス城は、 湯佐氏の影響下から離れた。この後は一向一揆勢力の支配下に置かれていたと見るのが妥当であろう。また、一向一揆と敵対関係にあった木船城主、石黒氏が一時期支配下に置いていたとも言う。A62 年以降、上杉謙信により松倉城を追われ、隣軍の一向一揆勢力に合流していた椎名や種が寄っていた。天正4年9月頃、 謙信に攻められて落城。田種は会えなく廃止したというが、田種終焉の地については、諸説ある。謙信は、越中州の石黒市を再度置く。謙信の死後、織田軍が進行、笹成政の参加に属す。天正十三年、越中国を治めていた成政は、 豊臣秀吉との直接対決が不可避であることを悟り、それまでの加賀前田領への進行策から事業へ招き入れての防衛施策へと方針を転換する。蓮沼城はその重要拠点となり、近隣から多くの兵糧が集められた。これを重く見た前田敏家は、電撃的に蓮沼城を吸収して、城下ともども焼き討ちを観行し、 サザ軍の救援がつくまでに素早く撤退した。蓮沼には当時北陸道が通っており、ユサ氏が寄った時期には、都並軍の行政の中心地であったこともあって、大いに栄えていた。年間を通じて、水量の変化が少なく、水運に最適な親部側の恩恵も受け、その域を至るや、蓮沼3000件と称されるほどであったが、すべては、怪人と返してしまった。 城下の機能は、その翌年に築かれた、越中国井舞鶴城へと移行し、それに伴い北陸道のルートも変更されて、蓮沼の繁栄は、終焉を迎えることとなる。水田と山居村に囲まれて、立派な石碑と案内板が立つのみで王子の面影は、ない。柴田屋間がある。椎名安田根の家臣、柴田久光がより、天正年間に、貴船城主。 石黒主欠なに攻め滅ぼされたとされる。現在では神社の境内となっているが、土塁など一部の遺構が残っている。ただし、柴田久光は椎名家家臣ではなく、湯沙市の家臣であり、椎名安根は、日見朝日山で自害したという説もあり確証を得ないが、波軍における一向一揆勢力が、蓮沼上落城により大きな痛手をこむったのは、 ハスヌマ落城の後検診が、トナミ軍に差したる軍事的手段を打たずに、能登進行を実行していることからも、十分に伺い知れるものである。コ田根がハスヌマで討ち死にしていなかったとしても、最低限、シ名ナ・田スタが、一気勢力のシンボルの一つとしての役割を果たしていたのは、間違いないと言え、当時のトナミ軍における、ハスヌマ城の重要性はどちらにしても揺るぎないと言える。 角川日本地名大辞典16と山県現地案内版。ありがとうございます。